皆さんこんばんは、ゆうくりすです。今回は須崎リベンジをお送りします。後半少し刺激が強い映像が流れます。苦手な方、ショックを受ける方はスキップしてきてください。2番乗り場に特急列車の高知行きが到着いたします。2番乗り場に特急列車高知行き到着いたします。それでは行きましょう。シューシューポポ。今回は2700系の特急足摺り、特急足摺り8号に乗っていきたいと思います。久保川駅から須崎駅、久保川の動画も近日中アップしたいと思いますのでよろしくお願いします。土佐倉駅に停車です。お、先駆車両があります。青色カラーなんですね。海が見えてきました。太平洋が見渡せます。いやー、夏ですね。さあ、そろそろ須崎に着きます。須崎駅に到着。2700系同士のすれ違いが見ることができました。いってらっしゃい。こちらも出発です。いってらっしゃい。さあ、名物須崎鍋焼きラーメンを食べに行きましょう。おいしそうや。須崎市マスコットキャラ、日本カオスの新城くんです。海の町、須崎駅。さあ、どこから攻めましょうか。千秋さんもいいんですよね。どこ食べに行こう。わ、マジか、来週か。よし、決めた。最初はここ須崎駅、駅前食堂さんです。来ました。うわあ、今回は鍋焼きミニセットを注文しました。美味しそう。しらす丼もたまりません。そしてもう一つの名物、ウツボのたたきです。うまそう。美味しかったです。ごちそうさまでした。さあ、ちょっと街を歩いてみましょう。いろんなところに新城くんがいます。須
須崎港に来ました。大きな船がたくさんいます。そしてでかい魚もいます。大型船がまたやってきました。でかいなぁ。やっぱり運搬船なんですかね。でかっ。さあもう一軒行きましょう。2軒目は喫茶三ツ矢さんにお邪魔しました。さあ鍋焼きラーメン食べましょう。鍋焼きラーメンは650円でした。うわ美味しそう。やっぱりちくわが入ってるんですね。これが一番びっくりしました。鉄腕ダッシュのソーラー火山基地来てたんですね。ごちそうさまでした。魚は須崎。看板すごいなあ。ここなんやね。あれって富士ヶ浜にやってきました。ここで花火大会が行われるみたいです。海や、やっぱテンション上がりますね。さあそろそろ駅に戻りましょう。駅に向かう途中の踏切です。線形が通過していきます。今度は土佐時の夜明け物語が通過します。ここの建物なぜかジブリキャラが描かれています。トトロもいます。駅に到着です。鉄道の車輪や部品が展示されています。これすごいな。さあ高知駅に帰りましょう。反対方向からランマンラッピング仕様の2000系です。特急足摺5号ですね。さあ高知駅に向かって出発。
ません。ここから刺激的な映像が流れます。苦手な方はスキップをお願いします。なんとか無事帰ってくることができました。怪我人がいなくて本当に良かったです。動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。